で身近でいて独特の距離が今度自分が作んなきゃならないっていうのこの微妙なとこにこのエロがあるっていうのがね今度のこの2人にとってはちょっと不思議な物語不思議な世界っていうのを非常に僕は強く感じたんですね見ててね。で俺が映画評論してもしょうがないからいや評論してくれてるなと思っていいよいいよいいなと宣伝になるなと思って聞いてたんで何を言ってんですかもう飲んだついでだよもう本当にいやもうちょっとサービスしろよいやもうちょっとサービスすんのいやいやサービスと言われてもな今度藤子さん紹介してください兄貴分みたいなの来てるからもう後で紹介するはい本当になんていうのかな実は昔僕ねボンの助監督やったことがあるんですよでその時にその一番感じたのはこいつが描くエロチズムっていうのはさっき言いましたけどこう肉体派だからいわゆるね情緒とは違うエロチズムっていうのかな本人は結構こう居直ってっていうかなんて言うんでしょうか独特のその生意気な若造時代ですから僕もそうでしたけれどもこう独特の突き放し方をしてたんですけれども明らかにあの時の方が僕が知ってる実態に近かったんだけどその次第にやっぱりこう弱いを重ねるっていうのかなこう年を取るっていう言い方よりもこういろんな人間に出会ってきてこう交接して接して交接だけではないつまりセックスが全てではないんだけどやっぱそれも含めてやっぱり一つ人間ってのは変わってっていいんだよで同時に変わらないものもあるでそれを同居できるんだよっていうことだと思うのね多分ちょっと年寄りに勇気を与えるとするならばね変わらなくていいんだよでもやっぱり変わらざるを得ないところがあるだからその狭間にいることがこう文学的な捉え方ではなくて時々観念とか想像力なんてのはもう一秒ごとに変わったっていいんだみたいなまたそういう居直りとも違うなんか強さを感じたんだよね多分それは演技者としての奥田瑛二の存在が大きいだろうし監督としての高橋智明晩明のやっぱりこう大きなことなんだろうと思うんですねだからそういう意味ではねこの二人結構思い切りましたよこの映画結構思い切ってるまあある種退路を断った気分はあるしうんでかつそれは自分だけそうしてもね、うん、映画なんか成立しない、うん、やっぱこの奥田の、うん、このさらけ出しようというのかな、うん、もう俺をやるみたいな態度で、うん、来てくれたのが大きかったと思うよ、うん、なんかちょっとさいわゆるこうチンチンが立つ立たないじゃなくてなんか半立ち精神みたいなのあるじゃん半立ち精神って何なの半立ちにも精神があるの、うん、そうあるんだよ半立ちにも立つんだけどどうもこう 3,4 回抽出するともういいかみたいな感じそれ俺の話かそういうね生殺し的なところも実はあるこの映画この物語はつまりだからねこれ同世代に向けてんだけどその下の世代にも向けてるなっていうねこの二人の微妙な陰謀映画でもあるんだねこれがねほんと不思議なところなんだけれどもその単純に言えばその一つの性の商品化としてお客を半分以上立たせりゃいいじゃないかなんて思ってみるとこれがちょっと厄介なところつまり女も厄介だけど男も十分に厄介なんですよでそれはやっぱりそのこう高橋や奥田や僕の実体験ではなくてやっぱり描く世界っていうのはそういうところにあるべきだろうとでやっぱりこう例えば非常に直裁的な直接的なアダルトビデオがあっていくらでも今はもうどんなとこ行ったって見れるわけですよねモザイクもなしで見れる環境があるけれどもじゃあそれが全てエロではないというエロそのものってのはそんな単純化できないんだっていうことはものすごくねこの裏メッセージというかこれ声高に言わないからこの2人が立ちが悪いんだよこれはそれがやっぱ半立ちなんだよそういうところが非常に面白い物語になってるんだろうなと思います
マスコミの方いらっしゃるかもしれませんけど、あの半立ちっていうことは使っていただいて結構だと思いますけれども立ちたかったら見においでっていうね、そういう映画なんだろうと思います。そろそろ時間ですかね。はい、ということで、あのもともとお二人からお話を聞かなければいけないんですけども、あのそろそろあのご質問をあらかじめいただいているということですので、おのおのお二人から赤裸々に、答えていただきたいなと思います。小林さん、どんなご質問が来てるんでしたっけ。はい、お願いします。じゃあマイクを渡します。今日のお客さんのうち54歳の方から質問がありました。これまでの人生全体を振り返って、あなたにとってエロス、性、セックスの本質エッセンスとは何でしょう。エッセンス、難しいね。めちゃくちゃ難しい、ね、こんなんかいんのか、そいつは。あの若作りの54歳だね。いやちょっと俺若い頃の話したじゃん、けだもの時代。まあそれが今、その今振り返ると、エロスでも性でもセックスでもないような気がしてんだよね。だから今ここまで赤玉寸前の、この時に思うのは、今更ながらだけど、こういわゆる愛を伴うセックスがやっぱり究極なんじゃないかと。と思ってるぜ、と思ってるぜ、お前。いや、最近下回んないんだよ。大丈夫かな、愛を伴う究極のセックス。恥ずかしくて言えなかったんだよ、こんなの。俺だって聞きたかねえよ、そんなこと。いや、けどね、それじゃねえのかなと今思ってる。俺がに対する質問じゃないんだけどね、時々別れたお姉ちゃんを愛しく思うことがあるんだよ。いや、それはた、まあ、いいや、これまじで。じゃあ、奥田さんにお願いしたいと思います。いや僕はずっと少年の頃から女院回帰、もう女院回帰だね、もう それに尽きるっていうか、母親の体内に入りたいんじゃなくて女院回帰という、それをずっと少年の頃があって、執着心というかあるから、それでそこからどんどん行くと、女性の体というのは絵を描き始めて分かったんだけど、全て備わっている地上にあるもの全てが女性の体にある、胸が山で、でバギナがクリークで、そう思うと、もう全てが備わっているという美しさがあって、そこにすごいエロティシズムがある。そうするとやっぱり人は水がなきゃ生きていけない。そのバギナから、滴り落ちる、愛液というものが命の、元だったりすると思うと、そこに女性に対する憧れっていうのがとんでもなく充満してて、それは未だにこう妄想もあり、実体もあり、ずっと憧れ続けているものという。だから経験をどんどんしていっても、お腹が膨れることがないというね、そういう感じが未だに持ち続けてますから、かな。だからとても危険な、考え方かもしれないけど、どこまで行くぞ、ぬかるみぞっていう感じですよね。だから70歳のおばあちゃん、どういう感じなんだろうと思ってたら、自分がどんどん65になってきたりすると、もっと若い頃に、30代の頃とかに、70ぐらいのおばあちゃんとやっときゃよかったなと今反省したりしてるしね。だから女性は素晴らしい、それは変わりないね、いまだに。はい、決して女性を礼賛してるとは思いませんが、こういう偏った
欲望は俺たち全員持てる権利やり、でも時にそれは否定されますけれども、というか大多数に否定されるかもしれないけれども、ことになっていたでしょうか。はい、昔ね、平岡正明っていうのが死んじゃったんだけど、全ての犯罪は革命的であるっていう、そういう言い方をしてた人がいて、別に今からみんな捕まりに行けって話じゃないですけれどあ、そういう考え方もあるんだね。それはやっぱり女が男に対する考え方、男が女に対する方、当然それ成立するよって。で、若干質は違うけれども同所、同じところから出てるねって。人だもん、絶対欲望あるよ、それを隠すことはないと私は思います。じゃあ次の質問がもう一つ。あ、そうですか。あ、この一問で終わりだそうでございます。こっからな、30年前だったら大バトルで乱闘になったりして面白いんだけど、そういうわけにもいきませんので、そろそろ時間が来たということで、拙い司会といいますか、なんとなくこのお話に終わらせていただきました。改めてご紹介したいと思います。赤い玉監督の高橋万明です。どうもありがとうございました。そして主演の徳田を演じました奥田瑛二でございます。ありがとうございました。拙い、拙いところを見せました西洋一でございます。どうもありがとうございました。ライザップ頑張るとこうなるぞみたいな。お客さんが来てくださって大丈夫ですよね。じゃあこちらからお願いします。ゆっくりお願いします。ありがとうございます。じゃあすいません、お答えです。すいません、お願いします。こちらお願いします。こちらです。こちらです。すいません、こちらお願いします。こちらお願いします。では、よろしくお願いします。はい、よし。じゃあどうもありがとうございました。東京ボーダーレス TV。